はい、大トロ。剣上げ。塗りいいな、こっち。私は塗る方になります。初期ミサイル男ですね。できるだけのチラスと一緒に凄まじい最高の穴が、まあそれはちょっと無理かも。帰りたい。味方がやってくれたのかな、これ。あれはギャルですね。これはね、バレルがちょっと難しいので、どういう雨なんだろうな、これ。あー、クワットですね。これ、おー、ナイス、強い。どうしよっかな。なんか右ってもって感じするんで、左行きますか。痛い、一発か。刺されたんだけど、左に3本かな、これ。点上げがね、結局見ると非常に助かるので、この人だけが、68って超微妙だよな。それ当たるのかな。はい、ナイス。今ヌスールがこっちを見たんで、ナイス連打しておきました。当てたけど足元に、じゃあと行きます。
やったー拾います拾います。行かないわけではない。薄い強かった。天気がね、あんま死んでないんじゃないかな。ちょっと多い3チ入っちゃった時とかあったけど、強かったね。すごくヌスールがね、あのゴール入れた後、スピアで前を出ってくるかなってことですね。はい、大トロ の試合、あの動画の時どういう感じに見てるか分かんないんですけど、さっきとね3人も鳴ったんですよね。さっきの感じでやったら勝てるか。なんか入ってるよ。あー助けて。バレル死んだんだね。3発か3発か、2人にねちょっとずつ当たったのか分かんないですけど、3発当たったヌスール、いやヌスール行かないか。ここね、ちょっと嫌なんで抜けていきましょう。あれちょっと拾えないかな。拾えないならいいです。味方だいぶ強い。私以外がさ、一人一人がだいぶ強いから、味方3人でさ分かれて戦ってるだけで強いみたいな、そんな感じですよ。拾えなかった。拾えてるもんだと思った。外していきましょう。やったー、右やられた。死にたかったですね。どこのアサリか持ってったらいいかな。入れられるけど、
ました。大変素晴らしい攻めでありました。あの点上げとヌスールがさ、さっきと同じ人なんだよ。だからなんか楽々って感じだった。で誰かわかんないんだけどさ、対岸からパスしてくれた人いて、あ、さっき私対岸からパスしたの、それを見てさ真似してくれたとしたら神。覚えたことすぐ実践するスタイル素晴らしいね。